演舞開演。どうも、本日は旅行の朝食を食べたいと思います。朝食はこちらの品々ですね。まあ朝からいっぱいガツガツと食べられませんから、このぐらいがちょうどいいのかもしれません。ではシャキシャキとした歯ごたえで、程よい塩気もあって美味しいです。お味噌汁を飲んでみます。優しくて、どこか安心できる味です。これぞ味噌汁といった感じですね。卵は納豆に入れて食べたいと思います。卵がちょうどいい感じに納豆に絡んで、ご飯にかけるのがまた違った美味しさがあります。続きましては大本命、焼き魚をいただきます。パリパリに焼けていて、程よく脂が乗っていて美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。